の寿司さんですね。ここはあがた御佐路、あがた御佐路でやります。天気さん、ここの天ぷら美味しかったですかね。一品一品揚げて、揚げたての天ぷらを食べさせてくれましたね。松下しか、万円坊主餃子の店、再来軒です。再来軒の駐車場ですね。ではこっちの道から行ったとこにあります。日吉陶器さん、日吉陶器さんの親父さんまだ元気なんかな。イオンスタジオ、なかなか洒落た作りしております。イオンスタジオさんです。どっか記憶が正しければ井の口建設があそこがあったと思うんですけど、うん、記憶近いかな。ここは朝日町、朝日化成の煙突が見えました。洋装スワン、延岡カメラ、スワンビルっていうんだから。フォーチューン美容室プリン、なんか上に花って書いてありますね。花、洋室キララ、麻雀藤本、うん、このレモンという喫茶店、名前は変わったかもしれんけど、昔から喫茶店ありますね。朝日郵便局、いい野菜化成の煙突であります。延岡、旭化成延岡社、延岡商業高校創設の地、
か商業高校がここにあったんだ。宮崎労働基準協会、ここはサンボールですね。ボーリング場です。イオンが見えてまいりました。昔の朝日サービス常染支店があったところですね。イオンになってしまいました。どこもショップ、お、レンタルサイクルや。ショップアフラック、唯一残ってるサンボールですね。サンゲーム1200円、シューズ代込み高っ。高校の時ですね、1ゲーム100円の時があってですね、柔軟ゲーム投げてましたね。アガタビトのベストスコアは高校の時出した225点です。イオン常止店なのかな。